はい、どうも、社畜です。ということで、今日はですね、とあることについて話をしていきたいと思っております。いやー、冬の大型アップデート、ついに入りましたね。まあ、動画撮るたびに毎回同じようなことをね、冒頭で言ってるかもしれないんですが、いや、本当にね、今回の冬アップでは、マジで神ですよ。ね。なんか夏のアップでもさ、うわーってね、めちゃくちゃ盛り上がったんだけど、冬のアップでもね、なんか夏のアップデをね、超える勢い。マジで。ただ、ボリューム的にはね、夏のアップデートと比較すると、マジで冬の方が多いんじゃないかな。まあ、体感的な話なんだけどね。まあ、個人的にはそう思ってます。まあ、いいや。で、今日はね、そう、アップデート関連についてちょっと追加で話をしていきたいんだけど、ちょっとね、何について話していきたいかというと、そう、ポケモリなんですよ。そう、熱盛だけじゃなくて、ポケモリもね、3周年を目前に、大型アップデートを実施っていうことで、そう、もうすでにね、アップデートが入っちゃってるんだけど、いやー、これがね、本当にめちゃくちゃすごいということで、今ね、かなり話題になってるんですよ。皆さん、ツイッターってされてますか？今、ツイッター開いてみてください。多分ね、ポケモリがトレンド入りしてると思うので、まあちょっとね、この動画出るのがいつになるのかわからないんだけど、まあしばらくはね、トレンドに入ってるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろうね。まあいいや。で、なんで今回ね、そんなトレンド入りするぐらいに話題になってるかというと、この AR モードが追加っていうのがすごくでかいんだわ。で、この AR モードって具体的にどういったことなの？多分ね、知らない人結構いるんじゃないかなと思っていて、特にそのポケモリを昔はよくやってたけど、熱盛出てから全くやってませんよ、みたいな。割とね、そういった人多いんじゃないかなと思ってて、そもそもね、今回ポケモリにも大型アップデート入ったんですが、アップデートが入るっていう話は聞いてるけど、ただ具体的にどういったものが追加されるのか知らねえわっていう人、多分めっちゃ多いんじゃないかなと思ってんだよね。だから今日はね、そこも踏まえてちょっとね、話をしていければなと思いますね。ではまずね、このポケモリの公式ツイッターのツイートを見ていただきたいんですけど、おかげさまでポケモリは3周年を迎えます。本日、バージョン 4.0 のアップデートを実施いたしましたイェイっていうことで、はい、追加されましたね。こちら様々な機能が。そしてですね、YouTube の方でも、任天堂モバイル。そうです。任天堂の公式さんの方でもね、動画が投稿されているので、まずはね、こちらの方をね、見ていきましょうか。はい、ということで、始まりましたね、映像が。さあ、見ていきましょうか。お！美人なお姉さんじゃねえか。お！動物森ポケットキャンプ。さあ、来ましたね。おなじみの画面ですよ。で、そう、AR っていうのはね、もう画面見てもらったらわかると思うんだけど、そうそうそう、動物たちとリアルの世界で触れ合うことができるよっていうことですね。まあ、スマホの画面だけになっちゃうんだけど、ほら見てこれ、めちゃくちゃ可愛くないか。で、写真を撮ることもできると。だからまあ、いかにもね、そのリアルの世界で、そう動物たちと触れ合ってるような、そのようなね、まあ、映像も撮ることができるので、非常に面白い内容になっております。てか、ちょ、待って。今の何うわ、すごいね。部屋の至るところに、お、静江さんだ。動物たちがいますね。で、カメラで切り取る動物たちの風景と。はい。お？何これ？うお！どこでもドアみたいやな。で、コテージにも行くことができるってことこれ。おお！やば！とんこちゃんとんこちゃんのステップ。お、キャラメルじゃねえか。うわ、かわいすぎる。やばいね。お、ジャック。お、ここにいると君との距離が縮まったように感じるんだ。お、ってことで、はい、公式さんの映像でした。皆さんいかがだったでしょうか？っていうことでね、本当にすごいんですよ。今回のアップデート。冗談抜きでマジですごいから、ね、今までにないことがね、追加されるということで、ぜひね、皆さんポケモリをね、もう一回やってみてはどうでしょうか。せっかくね、アップデートでこのような内容がね、追加されるということなんで、これはね、やらないと絶対損ですよ。はい、ということで、ちょっと続いてね、ポケモリの公式ホームページを今からね、ちょっとだけ見ていきたいと思っております。で、こちらがですね、ポケモリの、公式のホームページになっているんだけど、で、こちらね、かなり重要な事項がね、書かれているので、確認してください。っていうかね、本当にこれね、重要なので、対応端末を変更しましたということで、なので、今回のアップデートに伴って、その、今までね、プレイできてたスマホでプレイできなくなってるものがね、いくつかあるんですよ。そう。なので、これはね、要確認ですね。で、詳しくはですね、まあ、ポケモリの公式ホームページを見ていただければ、ね、すぐ載っているので、ね、そちらの方を見てください。で、iOS と Android 両方ありますね。はい。ご丁寧に、まあ、全てね、載ってるということで、はい。で、なんか、ポケモリ友の会についても、なんか載ってますね。はい。まあ、そんな感じです。まあ、ホームページについてはね、ちょこちょこ確認していった方がいいと思いますよ。まあ、こういうね、重要な内容とかもね、結構記載されてるんで、はい。まあ、これに関しては、ポケモリだけじゃなくて、あつ森も同様ですね。で、続いて、ちょっとね、ファミ通の記事をね、まあ、ちょこっとだけ見ていきたいんですよ。はい。で、ファミ通さんの公式でもね、取り上げられておりまして、そう。3周年を目前に大型アップデートを実施と、まあ、冒頭で書かれておりますと。で、今回ね、まあ、何が追加されたかというと、まあ、いろいろね、追加されたんだよ。ただ、やっぱりね、一番の目玉は AR モードですよっていうことをね、まあ、ここで書かれていて、で、まあ、紹介動画のリンクもね、ここに貼ってありますね。はいはいはい。いやー、だから新しい遊び増えましたって書かれてんだけど、これは本当にね、神アプデだと思うよ。うん。一度絶対試してみた方がいいと思う。そう、騙されたと思って皆さんでぜひ試してみたらどうでしょうか。いやー、マジでね、倍々の写真が撮れると思いますよ。まあ、あつ森でもね、まあ、あつ森写真部っていうね、ものが存在するぐらいね、まあ、写真を撮ること好きな人多いと思うんですよ。なのでね、これを機会にまたポケモリを復活してみるのもありじゃないかなと思ってます。はい。まあ、そんな感じですね。で、あとはね、ちょっと AR モードと、ちょっとね、話がそれてしまうんですが、模様替えエリアが拡大いたしました。これね、すごくでかいと思うよ。そう、マジでこれね、めちゃくちゃでかくて、なんか何気にね、模様替えエリアが拡大したよって言ったんだけど、まあ、あつ森だけね、やってる方であれば、って思うかもしれないけど、ポケモリユーザーからしてみたらさ、もう自由度が増したってレベルじゃねえよ。だからここにさ、自由度が増したって書かれてんだけど、そんな騒ぎじゃないよ、実際にやってみたらね、マジですげえから。うん。なんか飛び森やってるみたいな感じかなね。体感的にはね。まあ、実際にそのアップデートしてみたらわかるんだけど、マジで広くなってるから、はい。で、あとは最後にポケモリの友の会っていうのが実はね、あるんだけど、こちらね、なんと、新規入会無料体験実施中ということなので、まずはね、無料体験ね、してみて、まあ、入るかどうかで決めてもね、全然遅くないから、ぜひね、こちらも重ねて確認してみたらどうでしょうか。はい。はい、ということで話したい内容としましては以上になります。まあ、いろいろとね、話してきたんですけど、いや、本当に、任天堂さん、本気出しすぎじゃないですか。いや、もうびっくりするよ。まあ、あつ森の、まあ、アップデートがね、まあ、今月の19に入ったと思うんだけど、で、その日になんとね、任天堂公式の島まで公開されたんだよ。で、その翌日にはね、ポケモリの、本当に超大型アップデートがね、あったということで、もう本当にすごすぎるわ。ね。で、その数日前にはなんとね、ジェラピケとのコラボも発表されたし、いやー、何があったんだ本当に。何があったんだって感じじゃない？いやー、本当に何なんだろう。今までにないぐらい濃いね、一週間でしたね。まあそういったところで。あ、ちなみにね、この動画は11月21日の深夜に撮っております。まあ厳密には11月20日の深夜という言い方が正しいんだろうか。もうすぐね、朝になっちゃうんだけど、はい。まあこの動画は多分ね、昼頃に出るんじゃないかな。うん。まあそういったところでね、多分この動画が出る頃には、まあ3連休の初日になってると思うので、はい。まあ、ニュースとか見てたらすごく不安ですよね。まあ感染が拡大してるとか。で、さっき、そう、ちょうどね、Yahoo ニュースを見ていて、まあ気になった記事があるんですよ。ちょっと今日はね、画面に出して紹介はしないんだけど、なんかこの3日間3連休は、なるべく、まあ、外出を避けて、まあ、家の中でね、過ごしてくださいよっていうね、内容が、なんかニュースでやってましたね。まあ、政府からの要請っていう言い方の方が正しいのかな。まあ、強制ではないけど、やっぱその、感染がね、拡大してるから、できるだけやっぱりね、感染しないように、まあ、家の中で過ごしてくださいよっていう内容でした。だけどさ、怖いよな、本当に。ガチでこれ第3波じゃん。500人突破やばすぎるわ、東京。で、日本だけで確か1日2000人超えでしょ？いやー、本当にね、これからどうなんだろう。なんか一時期さ、自粛期間のおかげでめちゃくちゃなんか収まったじゃないですか。で、そこからその、若干ね、落ち着いてたんだけど、また復活してきたな。ね。まあ、例のウイルス、冬に流行りやすいらしいんで、うん、やっぱ手洗いうがいね、気をつけて皆さん過ごしてください。まあ、そんな感じですね。まあ、僕はね、この3連休の過ごし方としましては、まあ、ね。まあ、いろいろね、やりたいことはあるんだけど、咲くの姫っていうゲームは皆さん知ってますか？僕ね、最近ハマって実況してるんですけど、ね、その咲くの姫って、まあ、どういうゲームかというと、まあ、お米をね、作るゲームなんですよ。ただね、お米作りのゲームがね、マジで奥が深くてさ、うん。まあ、実際にやってる人とか動画見てくれてる人ならわかると思うんだけど、マジで奥が深いんだわ。なのでね、うん、ぜひね、もしね、この3連休暇な方は、ダウンロード版をね、ダウンロードしてプレイしてみてください。いや、あれはね、マジでハマる。特にね、あつ森と雰囲気がめちゃくちゃ似てるんだわ。うん。しかもね、その作ってる会社さんがね、マーベラスっていうところなんだよ。で、あんまりその馴染み深くないかもしれないけど、実はね、そのマーベラスさんって牧場物語を作ってる会社なんだよね。で、まあ、そこと同じということで、やっぱりね、ほんわかしたゲームかな、全体的に。だからまあね、アプデ今回ね、あつ森入ったんだけどさ、まあ、アプデが入ったんだけど、やっぱりその、なんだろうね。まあ、島作りが終わってしまってる人って、結構ね、飽きてきてる人が多いのかなと思っていて、まあ、アプデ要素ね、遊び終わってしまうと、一気にね、やることがなくなってしまうかもしれないから、まあ、そういった意味でね、新しいゲームに、まあ、目を向けてみる。まあ、具体的には桜姫とか、あとは僕ね、再開のミネラルタウンっていうね、牧場物語を最近始めたんだけど、なんかそういったものをね、やってみるのもいいのかなと思いましたね。はい。まあとりあえずね、牧場物語と咲くの姫、両方ともね、再生リストを作っておりますので、もしよければ、この動画を見終わった後に、ぜひね、一度でいいからね、試してみていただければ嬉しいですね。はい。まあそんな話です。まあ、いろいろね、ちょっと話していきたい内容は盛りだくさんですよ。ただね、あんまりなんか話しすぎると、動画の時間がどんどん長くなっちゃうから、最近ね、ちょっと自重して短めの動画を作ってるんだけど、ちょっとね、あと1点だけちょっとお話をさせてください。まあ、これに関してはちょっとポケモリとかの話ではないんだけど、あつ森の話ですね。今回その冬の無料アップデートということで、まあ、大幅に、まあ、様々な要素が増えたと思うんですよ。そう。イベント以外にもいろんな機能が増えたんだけど、その一方でね、なんか不具合がね、いろいろなんか出てるっていう噂を聞いたんだよ。特にね、通信をするときに、なんかそのエラーコードがね、なんか頻発するようになっていて、なんかその通信がうまくできないっていう声がね、結構リスナーさんの中で上がっていて、で、なんかその僕のツイートのリプとか僕の DM にもね、結構届いてるんですよ。やばいです、社畜さん。なんかアップデートしたら全然通信できなくなりましたみたいな。なんかその通信バグということで、実はね、6月のアップデートで1回あったんですよ。そう。通信しにくくなるみたいな。なんかその最大かなと思ってるんだけど、今のところはね、任天堂の公式から、まあ、特になんかその、声明は出てませんね。一応その、引っ越しの時に、なんかそのエラーコードが出るんですよ。で、そこについてはね、確かその、任天堂サポートの方かな。そこになんか対処法とか載ってたんですが、ただその、通信しにくくなってしまうっていうところに関しては、まだちょっと出てない状況ですね。まあ、通信しにくくなるというか、エラーコードが出て、エラーで落ちちゃうっていう言い方が正しいんだけどさ。うん。まあ、とりあえずそういった感じですね。で、あとはですね、その、任天堂のホームページに、不具合の修正、あとは調整を行いましたみたいな感じで書かれていたと思うんですよ。まあそういった文言があったと思うんだけどさ、皆さん、何かしら不具合とかに修正が今回入ったと思うんですけど、なんかね、コメント欄とか見てる限りだと、〇〇に修正入りましたよみたいなコメントがね、今回やたら少ないんですよ。もしね、気づいた方いらっしゃいましたら、ぜひね、ちょっとコメント欄に一言コメントしていただければ嬉しいですね。社畜さん、なんか〇〇に修正が入ったみたいですよ、みたいな感じで。今ね、ちょっと頑張って情報収集してるんだけど、なかなかね、情報が集まらなくて、ちょっと困ってんだよね。うん、まあ、サイレントアップデートということで、必ずね、何かに入ってると思うんだよ。そう。アップデートがね。まあ、それが、その、何なのかちょっとわからなくて。まあ、昔であれば、虫の出現率とかか。そう、春アップデではね、虫の出現率が大きく変わって、そのレア虫が出にくくなったんだよね。なんかそういった修正とかもされたりとか、なんかちょこちょこね、そういった修正されてるんですよ。今回どういった修正されたんだろう？ちょっと気になるな。まあそういったところでね、ちょっとかなり長くなってしまったんですが、今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。ちょっと申し訳ないね、こういうなんか雑談系のラジオ系の動画になっちゃって。まあそういったところでこれからもね、こういった形で、まあ様々な最新情報であったりとか、あとはその、どうすもり界隈で起こってる人ネタであったりとか、まあ島整備動画であったりとか、離島ガチャ動画であったりとか、ほんとね、幅広くね、動画投稿してるので、もしよければこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画、牧場物語、まあいろいろね、見ていただければ嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。